業がですね、大正8年、1919年です。私の祖父とその兄がですね、最初花輪彫刻工業所という形で、スタートしました。ずっとその直彫りって言いますか、彫金みたいなことをやってました。で、会社の法人化したのがですね、昭和32年、1957年です。刻印そのものの打刻作業をするわけではなくて、我々が刻印、金型みたいな刻印だとか、あとはその刻印機と言われるものを、作って納めるわけです。今僕だけがこう仕上げの仕事になってますけど、当時は5人いましたからね。で、当時はね、今みたいに彫刻機で彫ったんじゃなくて、もう最初から全部鋼1本で字を彫ってたんです。もうそれこそ1日1本できればいいようなものもありましたよ、特殊なものが。重工業の部品、自動車の部品であったりなんであったり、そういったものに刻印というのは多く使われてまして、決して消えてはいけないと。じゃあ今日出荷しますんで、刃先ですね、そこの形状が違うだけで、例えば映り方が違うとかですね、あるいは商品に対するダメージというか、そういうのも全く違うとかですね、ものすごい細かいようなところで、やはりそれぞれの特徴があるので、まあ言えば非常に奥が深いなと。写真家になるために、エジプトに渡りまして、エジプトで遺跡のガイドをやりながら写真を撮ってた。それを2年間ぐらいカイロに住んでやってたんですね。写真って一枚で表現しないといけないですよね。見る人の創造性をすごく豊かにするというか、写真をやってた時の感性っていうのが今の我々がやってるものづくり、刻印機のベースにつながってるような気はします。何かこう物を作り出す、やっぱりクリエイティブな、立場に常にいた。So, I just want to confirm about that. But, how about Enkin san? So, I think here. みたいのを作って、刻印という型みたいのを作って押し込む。それはそれですごく綺麗な刻印ができますし、大量生産、そういったものはもう持ってこいなんですよ、はい、ですが今はやっぱりそういった時代じゃなくて、パソコンがこれだけ普及して、普通にワープロを叩けばプリントできるようなそういった時代ですから、やっぱり刻印機もそういう風な、パソコンを使って刻印できるようなもの、そういったものを開発していかないといかんと、まあ、時代です。プリンターのような刻印機、それを僕は目指したかった。
新しいものを作るっていうのは振り返るといろいろあれもこれもこうした方がいい、ああした方がいいというね、そういうものがずっとついて回るし、それをの連続的に繰り返していい製品を作っていくという、そういうことになってくるんだろうと思うけども、だから新製品を作るというのはそういう意味では自分で悩ん で自分で産んでそれで育っていくという、そういうことを実際に自分自身が責任を持って携わってやると。永久に残すことができるわけで、例えば自分が生まれた時の、手形であったりだとか、あとは父親の生まれた時の自分父親の思いであったりだとか、それとかあとは子供が初めてお絵描きしたものだったり、そういったものを刻印として金属に打つことによって半永久的に残すことができる。やっぱりそれってすごく僕は魅力的だと思うんですよね。楽しいです。特に僕がやってる機械っていうのは、機械組み立てっていうのは同じものはま作らないので、毎回毎回違うものを作るっていうことはすごく気持ちの中で新鮮な感じで、いつも新鮮な感じになります。今はこの汎用旋盤以外に MC 使ってるので、あとそれをいかにこう効率よく2つを回していけるか、やはり自社製品を作ってる会社ですので、やっぱりこういろんなものを作っていきたい。なんかお客さんから注文来たものだけじゃなくて、やっぱり自分たちで企画して何かを作っていくっていうことをやっていきたい。あいつはすごかったよな。こういうものを今確認してて、今あんたたちがやってるのはあいつが苦労したからっていうものがあるとね、これはまたなんかすごいなと。どんな仕事でもね、何度かやってる自分にとって楽しいか、要するに面白いか面白くないか、その差別って大きいんですよね。エジプトっていうのは遺跡の宝庫であって、今から4000年前、3500年前、いろんな遺跡がもうご存知のあるわけです。でそこに象形文字と言われる文字が今でも残ってる。思いを刻んだり自分の文字を刻んだりメッセージを残したり、すごく昔から当たり前のようにあるわけで、それを永遠に残すということのお手伝いをしたいなと。